ネイチャーアクアリウムの創始者である天野隆が提唱し、自ら実践してきた自然から学ぶという姿勢。私もその姿勢を大切にし、できるだけフィールドに出て自然を観察する機会を作るようにしています。そんなフィールドワークの一環として静岡県の柿田川湧き水を訪れた際、遊水地特有の高い透明度の水とそこで生き生きと育つ魚、水草の共存関係を観察することができました。柿田川の湧き水は富士山に降った雨が地下水となって浄化され、25年という年月を経て地上に出てきます。そんな浄化され透き通った水は川の底で力強く砂を巻き上げ、まるで呼吸をしているかのように途切れることなく湧き続けていました。そしてその水が流れる川の中には水草が繁茂し、ネイチャーアクアリウムさながらの世界が広がっていました。実際の柿田川では川底に柳もや長江みくり、三島バイカモなど水草が生い茂っていましたが、この水系では水槽のサイズや育成環境の問題でこれらをそのまま用いるわけにはいかなかったので、水草の清涼感をそのままにこの水槽の育成環境に適したポタモゲドンガイーやバリスネリアスピラリスなどに置き換えて植栽しました。こうした工夫もネイチャーアクアリウムの面白さの一つと言えるのではないでしょうか。今回の紹介する水系はそんな遊水地のイメージと雨から始まる自然の物語をイメージして私なりの世界観で表現したものです。水系タイトルは雨物語。それでは制作の様子をご覧ください。